シャトゲはカナダのケベック州のモンテレジー地域にある都市。モントリオール大都市圏に属し、人口は2016年時点で47,906人で、周辺を含めた都市的地域人口は71,164人に、達しこの地域の拠点都市となっている。英語読みでシャトーゲーと呼ばれることもある。創設は1885年、今の市は1975年に、 周辺自治体の合併により誕生した。セントローレンス川に連なるセントルイス湖に面しており、支流のシャトーゲー川が注いでいる。北部には、セントローレンス川の中須となるサンベルナール島がある。2016年センサスによる人口は84,965人で、ある。2016年の統計による住民の母語の割合は、フランス語が57.59%と大半を、 シメルが英語も25.62%と多く、モントリオール島外では英語圏の先住民居留区の神奈川区に隣接していることもあって、歴史的にも英語の割合が特に高い自治体となっている。その他の言語は13.35%となっており、多言語的である。エクソバスモントリオール地下鉄、グリーンラインのアングリニオン駅までエクソバスが運行されている。 シャトウ芸の戦い、ありがとうございます。